ウェイ。おはよう、ミスター・ピン。おはようございます、ミスター・ボンド。私にどういったご用件でしょうか。中国の諜報部員がイスタンブールの運び屋に連絡した理由を知りたい。イギリスの諜報部員と同じ理由からかもしれませんね。目的は同じだと。明日の夜、バンコクの水族館にあなた一人でおいでください。でなければ身の安全は保証できません。面白い。同じことを言おうと思っていたところだ。ボンドだ。こんばんは、ミスターボンド。どこにいる？すぐにお会いできますが、その前にやっていただきたいことがあるのです。私たちの安全のために。何をすればいい？この水族館にはどうやら録音装置が仕掛けられているようです。この会話を聞かれては困るということだな。装置を見つけて使えないようにしてください。最寄りの出口よりお帰りください。終わったぞ。これで大丈夫だ。わかりました。では1階のクジラの水槽の前で会いましょう。ピン、君がピンか？ミスターボンド、クジラについてはどの程度ご存知で？さあな。水族館に置くべきではないことと、飲み込まれたくないということぐらい。世界最大の国中国で暮らすのもそういう感覚ですよ。現在中国の人口は13億人です、ミスターボンド。13億人ですよ。それだけの衣食住の必要が毎日毎週365日間。その数字は分かってる。ですがその意味までは分かっていない。というと？我々は西洋より知性や技術が劣っているわけではありません。あなたたちがまだ洞窟で暮らしていた頃、火薬も通貨も発明していたのです。ですがどんな社会にも不正を働く輩がいます。自分の利益のために盗みを働くような連中です。では産業スパイの件は？誘拐と殺しを指示したのはお前の国の人間なのか？もっと悪い相手です。傭兵組織ですよ。最重要機密の危険な技術を盗み高値で売り飛ばす組織。政治や思想のためではありません。目的は金、力、そして世界を混乱させること。具体的に言え。本拠地は我々がジュネーブで探っていた男です。見覚えは？いや。ラクという男です。モンゴル北部、ロシアと中国国境の紛争地帯に生まれたせいで、そのどちらにも愛国心を持っていません。スイスに銀行口座と愛人を持ち、バンコクを拠点にしている。犯罪あるところ彼の影があります。はじめは彼が全ての仲介役だと思っていました。
脱出地点に向かっている。援護頼む。応援が向かってるぞ。止まれ。一歩でも動けば撃つ。銃を捨てろ。断る。お前と話せば俺も楽に殺される。
それが済んだらもう一人の運転手を探すんだ。はい。生きていて何よりよ、ボンド。あなたの携帯を追跡してたけど、6時間も GPS の座標が移動しなかったから。研究者を誘拐した黒幕に迫っているようです。ラクという名前の男について調べてください。銀行口座、取引相手、名前、住所を割り出してください。分かったわ。でも一ついい？ニュースによるとタイ警察が昨夜バンコクの半分をカーチェイスでめちゃくちゃにしたイギリス人を探してるそうよ。疑っているんですか？その質問の答えを本当に聞きたい？後でかけます。もう一人の運転手はまだ見つかってない。土手沿いの建物を捜索して情報を集めるんだ。ボンド、ラクとつながりがある人物がいる。君の古い友人シルクだ。その近くでクラブを経営しているぞ。君の携帯に位置情報を送る。そうか、見つければボーナスが。監視カメラに容疑者の姿が映っていた。この男を見つけるんだ。聞くところによるとある筋からの圧力もかかっているらしい。一帯を捜索するんだ。見つけたらボーナスが出るって話だ。
いらっしゃいませ、こんばんは。テーブルにご案内します。いや、ボスに会わせてほしい。奥にいるわ。よく来たな。俺に何か用があるのか。男を探している。どんな男だ。お前の同類だ。弱者を食い物にして世の中の腐敗に貢献する男だ。何でもお見通しか。どうしてここが分かった。町をしらみつぶしに探していけば必ずお前に行き着く。サイゴンからは追い出されたかな。アテネから追い出された後の話か。イビサだったか。いや、ヨハネスブルクか。ところで女はどうだ。それより情報が欲しい。相変わらずだな。俺がラクの情報をやるとでも。それもただで。知っているぞシルク。ラクがどうなろうと興味はないだろうが、奴が巻き上げているここのショバ代も安くはないはずだ。チャオプラヤ側にラクのボートハウスがある。たどり着けはしないだろうがな。かけようか。前回の貸しに上乗せだぞ。じゃあな、いい一日を。イギリス人がラクに会いに行った。たどり着けはしないだろう。知ってるだろう、金を無駄にするのは好きじゃないんだ。失望させるな。ラクが警察を借り出してイギリスの諜報部員を探しているが、どうやらそいつはここに向かっているらしい。いつでも撃てるようにしておけ。殺しても構わんそうだ。ここを抜けようだなんて絶対無理に決まってる。
C 部隊は突破されたんだ。誰かいるのか。
バカか、この役立たずどもめ。ここまでだ、ラーク。逃げ場はない。研究者の誘拐も生物兵器もみんなお前の仕業だな。ラク、これが最後のチャンスだぞ。手遅れになる前に手を引いておくべきだったな。